さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気だ。元気でーす。先週元気ないって言われたからね。先週は妙に落ち着いてらっしゃったんですよね。ちょっと考え事がいつもだいたい元気なミシェルさんですが、元気ですよ。これもしかしたら自分ちょっと重い病気かもしれないなって感じた時、不調を感じた時、どういう病院選択されますか。いや、まず自分の知ってる先生に相談するだとか、近くの、だけど結局いろんなとこ行くんだったら総合病院に行くだとかっていう選択、大きなところに、そうだよね、心配になっちゃうからね。そうですよね、時間かかるね。そうなんですよ。そうなんですよね。そう、総合病院や大学病院行かれる方も多いんですが、どうしても待ち時間が長かったり、診察結果時間がかかったりっていうことがありますよね。今回は病院選びの常識が変わるかもしれません、こちらの企業様です。誰もが願う一生涯の健康、しかし近年厚生労働省が発表したデータでは、心臓に疾患を持つ患者の数は全国でおよそ173万人近く存在しており、過去と比べても増加の一途をたどっている。その数は男性がおよそ95万人、女性はおよそ79万人。そこには不安を抱える患者が数多く存在していた。そんな時代に人々が求めるスペシャリストとして健やかな未来をサポートする男たちがここにいる。新横浜ハートクリニック院長宮山智明、医学療法士徳田正直。港町の玄関口として栄える新横浜駅を拠点に、患者の健康をトータル的にサポートする新横浜ハートクリニックでは、一人一人の症状と向き合うパーソナルケアをモットーに、この先も地域に必要とされる医療現場としてさらなる貢献を目指している。今回は宮山智明、徳田正直をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。心臓の病気っていうと、今ちょっと挙げていただきましたけれども、もうちょっと具体的に言っていただくと、どんなものがあるんでしょうか。そうですね、多分皆さん一般的に知っているのが、狭心症とか心筋梗塞、今日本人の死亡原因の第2位になってますけれども、その病気を中心として、ただそれ以外にも弁膜症ですとか大動脈解離ですとか、比較的命に関わるようなそういう病気がメインになってきますね。やっぱりミシェルさんのようなスポーツ選手の方って急に試合中倒れるとかっていうこともあるじゃないですか。ああいうのってどういう原因なんですか。やっぱり心臓の病気の中には、やっぱりそういうアスリートがされるような、かなりの心臓にストレスをかけるような運動をすると、病気がやっぱ一時的に悪くなっちゃう病気っていうのがあるんですね。一番代表的な、そうですね、発生しやすくなっちゃう。そうです、さらに悪化、もう瞬間的なんですけど悪化しやすくなると。代表的なのがやっぱり不整脈の病気がやっぱり多くなりますけれども、若い方でも結構多いですよね、やっぱり。はい、不整脈だろうな。小さいお子さんから大人まで、そういうやっぱスポーツをする方は特にですけど、この前いらっしゃったのは5歳のお子さんで、胸を痛がってるって言っていらっしゃる方もいるぐらい、やっぱり身近な病気でもありますよね。そうなんですよね。病院内でクリニック内で心臓の CT スキャンもできるというふうに伺ったんですけど、一般の方 CT っていうとですね、どうしてもやっぱ大学病院ですとか総合病院じゃないとできないのかなっていうのは、いわゆる精密検査の部類に入るんですけども、当クリニックの特徴として、院内で CT が取れると。で、かつおそらくこれも一般の方はあまり知らない方多いと思うんですけど、心臓で CT って取るのって思う方いるかもしれないんですけど、そうですね、これもここ10年ぐらいなんですけれども、心臓の CT でかなり心臓の病気が分かるようになっておりまして、特に先ほど申し上げたのは狭心症とか心筋梗塞って病気も今 CT で分かるので、一昔前だともうカテーテル検査ってこう心臓に管を入れないと分からなかった病気が、CT でも分かると。そういうクリニックは全国的にも、クリニックとしてはクリニックで CT を常備しているというのはもう珍しい形になっています。あとはやっぱり外科手術の相談もできるんですか。そうです、当クリニックはですね、
今メディアでも活躍されている名渕明弘先生という、あの昭和大学の横浜北部病院の教授をされている先生とタッグを組んでおりまして、あのその昭和大学から名渕先生以外にもですね、5名の先生に心臓血管外科の先生来ていただいていて、常にあのほぼ毎日ですね、あの外科と一緒に診療ができるような体制を作っております。手術ができちゃうんですか？手術はできないんですけども、そのままそうですね、あのその先生が診断してくれて、はい、そうです、で5でっていう、はい、ちゃんとそこが直結してるっていう、はい、なるほど。あの当クリニックからその昭和大学まで車で15分ぐらいになっておりますので、いざとなればもういつでもあのそういうふうな手術の体制も整えられるという環境になっております。ここで実際に現場で診察を行っている心臓外科医の名渕明弘にも話を聞きに、番組は新横浜ハートクリニックへとお邪魔した。まあ、僕自身心臓の手術した患者さん、それからまあ今から心臓の手術、まあ、するしないっていう患者さんですね、そういった患者さんを、まあ、こういった新横浜の駅のすぐ前、まあ、駅の中っていうかですね、そういう場所ですから、まあ、立地がいいんで、まあ、来ていただいてじっくり時間とってお話しさせていただくと、まあ、患者さんが一番要求していることっていうのは何かっていうと、治療だとか薬っていう前にいかにこう自分の不安ね、不安でもうどうしようもない、いたたまれない、その不安をいかに取り除いてもらえるか、そういうことでみんな病院医療機関に来るわけですよね。病名をね言われたって患者が並んでるだけで一体これはどうなのかってわからないじゃないですか。でもそういう今の医療の現状っていうのを、まあやっぱり僕自身は一応そういう、まあ一番そうならないようにね、大事にしながら患者さんに接しているつもりなんですけどね。駅のそばだっていうことと、まあ、冠動脈の CT から、まあ、脳もそうですけど、あと心臓の超音波すぐできる、まあ、そこの利便性ですよね、まあ、全部できちゃう。なんか心配ですね、じゃあすぐ検査しましょう、あ結果出ましたよ、大丈夫ですよ、この大丈夫ですよっていうことを、まあ、売り物にしているそういう医療機関ですね。患者さんの不安の実態っていうのは、まあ、はっきり言って言葉で言い表せないです。だから不安なんですよ、分からないから不安なんです。心臓の超音波じゃあ来週ですね、 CT スキャンじゃあ来月、まあ、そんなのになってしまう。血液検査じゃあ結果出るまで1週間待ってください、こうなるわけですよね。やっぱ即応性っていうことで、まあ、ここの、まあ、モットーですね、クリニックのやってることですよね。やっぱり新横浜ハートクリニックさんといえばリハビリ施設もかなり充実しているというのが有名ですよね。はい、そうですね、あのクリニックでリハビリの施設のある場所っていうのは日本全国でもかなり稀なんですけども、当クリニックの当初からの目標がですね、我々のクリニックでもう最初の診断から治療に始まって、それから手術が終わった患者様のリハビリもできると、本当にトータルケアができるクリニックを目指してましたので、まあ、その念願を叶えてですね、あのリハビリ施設を併設するようになりました。今日理学療法士の徳田先生にもいらしていただいてますけれども、やっぱりリハビリ施設を完備するというのは大事なことですか？そうですね、やっぱあの薬とかあとは手術だけではなくて、そこにこう回復に至るまで患者さんが不安だったり自分がどれくらい動けるのかっていうのを解消できる、運動できる施設があるっていうのは、もうすぐ患者さんにとってはこう不安の解消で安心するものと思います。具体的にはどういうリハビリの設備があるんですか？はい、心臓リハビリの大きなポイントとしましては有酸素運動ですね、まあ、歩いたり走ったり、それから筋力トレーニング、やはり力をつけるというところも必要です。いわゆる弱った心臓に直接刺激を与えて心臓そのものを鍛えないといけませんので、まあ有酸素運動ができるようなマシン、それから筋力トレーニングができるようなツールを用いています。助かるよな、やっぱり何もう自信がなくなってるからね、やっぱり特にここで、心臓とかをね痛めるとそういう気持ちになりますもん ね、 そうですね、不安ばっかりが先に来て、そうです、本当にあの今まで当たり前にできたことが全く当たり前にできなくなってしまいますので、まずそこをですね、あそうなんですねという共感をしながら、じゃあこういうふうにしましょうという提案をして、もうあの案内人みたいな役割というのはやっぱり理学療法士はやっぱやります。何かこう特に気をつけて行うリハビリとかありますか？
やはり先ほど言った不整脈をお持ちの方は、モニター画面上にその自分の心臓の波形をまず出します、うん、心臓は心房と心室こういう動きをですね波形のリズムで出ますので、うん、今この不整脈が起きている時には大丈夫だけどもこの次に負荷をかける時にバババッと起きるかもしれないというところの見極めっていうのがものすごく重要で、うんうん、非常にそういった不整脈のある患者様とか、うん、心筋梗塞や狭心症で心臓のこうそのものが傷んでいる方の、まあ、リハビリすごく慎重になります。なるほどね。宮山院長にお伺いしたいんですけれども、うん、今どんなお客さんがいらしてますか？そうですね、まあ、やっぱり胸の症状を訴えられる方が一番多くて、うん、先ほど言ったように本当に小さいお子さんから、まあ、ご高齢の方までたくさんいますけど、やっぱり地域性もあるんだと思うんですけれども、周辺がやっぱオフィス街もありますので、結構お昼休憩なんかに午前中実は仕事中胸が痛いよなんて言って突然来てですね、でそのまま検査をして本当1時間2時間のうちにも診断まで下すって、かなりスピーディーな診療をするようなのが結構特徴としてありまして、うん、それも地域柄なのかなというふうに思います。新横浜ハートクリニックさんのまた新たな展望だったり、はい、今後の目標だったり教えていただけますか？まあ、まずはまずちゃんと地域に根付いて、で今来ていただく患者様大体ネットで調べていただく方が多いんですけども、まあこの先口コミですとかもっとこう認知度を広めながら、まあ我々としてはですね、まあ先ほどその昭和大学と連携をして手術をしたりというお話もしましたけども、本当に将来構想としては我々のところでそれができるような、そういうハートクリニックというかハートセンターといいますかね、本当に全てが完結できる場所を作っていけたらなというふうに思っています。地域に愛されるクリニックとして患者と心を通わせ続ける宮山智明。そんな男が胸に刻んだ格言とは？じゃあ格言っていうのが好きじゃないタイプであるんですけど、はいはいはい、ただですね、まあ、強いてと言いますか、実はそんなこと言いながら心に秘めたいい言葉っていうのがありまして、うん、自分が医者になって1年目の時だったんですけど、まあ、上司先輩の医者から言われたことで、血を見て震えない医者になるなというふうに言われたことがあるんですね。震えない、震えない、あ、血を見て震えない医者になる。あ、震えないね、うん、要は、まあ、我々やっぱり日常、まあ、心臓特に命に関わる病気なので、だんだんやっぱり何て言いますか、そういう病気であること、命に関わることっていうのに対してこう怖さがなくなっていくと言いますか、まあ、良さでもあったりするんですけれども、うん、ね、ただそういう怖さがなくなっていくと、まあ、患者さんの視点に立てなくなったりですとか、当初医者になった時ってみんな血を見たらやっぱり震えるんですよね。怖いんですよ、血を見るのって、うん、で、まあ、自分も震えながら最初は医者をやってたんですけれども、その感覚をむしろ忘れるなというふうに言われたのが、まあ、医者としての初心なのかなと思って、そういう言葉は、まあ、格言というか自分の中で大事にしている言葉の一つです。やっぱり感情がね、お客様と患者様と感情が動かないと伝わらないものありますよね。そうですね、はい、いつまでも我々にね温かい存在でぜひいてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。